しさくらんぼ。手帳開くともう2年経つなって、やっぱ実感するね、なんだか照れたりするね、そういやひどいこともされたし、ひどいことも言ったし、中身がいっぱい詰まった甘い甘いものです。泣き泣きの一日や自転車の旅や時やら桁違いの犬だ。大きい質問。大体いつも何朝何時ぐらいからいいんですか？4時半。まあ、夜はもうあまり飲まずに寝るわけですね。やっぱり高齢化になってくるとできないよね。素人が作ったりすると、だんだんやっぱりね、取り方のコツってあるんですか？軸を持って、このなんていうの、こう伸びてるのところをこの反対に引っ張る。はい、そう、あの、うん、ですね、素人ですとキュッと下になるそうですね。そう、あの、きちっと取れてる。ちょっと、一つ分だもの。全国の皆さん。こうやって熊も使ってるんですよ。古いお年、果物ではないんです。みんなも一緒にしてきますね。やっぱ宝石だ、本当に。うわ、今日かけて、今度はちょっと春の作業から、春の作業からさせていただきます。去年はこれが全然ならなかったわけですね。これはもう泣くしかないですね。うわ、自然ってすごいね。これだけのが先を今日はやろうとか、そうですね、しただけやろうとか、中途半端に取ってしまうと、はい、玉の、なんていうのかね、うるみ具合って、うん、柔らかくなってしまうので、必ず1日1本は終わす、1本ずつ終わすようにしてて、はい、2人でも入れるんですけど、1日2本ずつ、2人で1日2本しか逆にもげないわけですね。はい、で大体30キロ前後ですね。収穫できて、ここは何本あるんですか、全部で。おおよそ数えた時ですか。大丈夫です。
30本を作れるか。朝早く収穫するには意味があるわけですね。そうですね、まあ、その日のうちに、まあ、収穫、朝収穫して、夕方発送で、次の日届く、うん、そういうね、生ものですので、なるべくね、火をかけないようにって。ありがとうございます。わぁ、すごい、ほんとすごい。どうやったら時々眺めますが、こんなに紅の色で、なんて言うんだろう、もし赤紅、ほんと紅秋芳、まさに紅秋芳。赤の色が違いますね。すごいすごい。対局は取れる。大変ですね、本当に。ベニオが23日から解禁で、その後多分ベニシュコの解禁になるので、ベニシュコは3日くらいで終わりで、忙しい中取材にご協力いただきましてありがとうございました。じゃあ、 あと何日間か頑張ってください。これをご家族にもお見せして、こんなに頑張ってるんだよって。お疲れ様。